キバナヘイシソウサルラケニアフレイバはサラセニア属の植物の一つ。本属を代表する種で背の高い補充葉を持ち黄色い花をつける。多年生草本で食中植物。葉は筒状になり直立して高さ120センチメートルにも達する。基部は細く先に向かって次第に太くなる。先端にある袋の口ではその口径が3から8センチメートルになる。 蓋は斜めか直立に立ち、ほとんど円形で、先端は尖る。その円は波打つ。その基部は左右から外側に巻いて細くなっている。葉全体が黄緑色から緑色で葉脈が赤く色づくものもあり、全体にシンク色になる個体もある。特に蓋の基部の内側には赤みが差し、この部分の着色の程度には変異が多い。 夏から秋にかけては袋にならない、左右から扁平な兼用が出る。花器は本属のものの中では最も早く3月半ばから5月頃まで。家形は補充用よりあや低く、高さ5 0センチメートルほど。額編は長さ3から5センチメートル。幅は大きいところで3から4センチメートル。黄緑色。花弁は黄色で東卵円形。 長さ5.5から10センチメートルになる。花には強い方向がある。アメリカ合衆国のノースカロライナ州、サウスカロライナ州、バージニア州、アラバマ州、ジョージア州、フロリダ州に分布する。開けた湿地に多く、国道沿いのブナ場や島尻のところなどにはよく見かける。花は下向きに咲き、湿水が傘状に広がっており、傘の骨の先に中東がある。 隣の中東との間を花びらが塞いでいる。その上にあるおしべが熟すと花粉はずいの傘の底に溜まる。この花の花粉媒介は主として丸花鉢とされており、鉢が花びらを押し分けてずいの傘の上に入るとき、田花から持ってきた花粉を中東に押し付けることになる。また、ずいの上を歩くときにこの花の花粉を体につけ、 そして花弁を押し広げて出ていく。果実は9から10月に熟し、1日果てで、休憩、直径、約2センチメートル。500個ほどの種子を含む。この季節は、雨が多く、ハリケーンも来る時期にあたり、種子は、洪水や強風で散布されると思われる。本種は、本族の中で、最もよく知られたものであり、本族を代表する種である。変異に富む種であり、 以下のような亜種が挙げられている。鑑賞用に栽培される。日本に到来したのは明治の末期である。日本に入っている系統は多くない。大辞典 P1080 以下、種として大辞典 P1080、近藤、近藤 P197 田辺 P106 近藤近藤 P197 ホンダか、P94 田辺 P106 メリチャンプ P55 メリチャンプ、P54 田辺、P106 から107ホンダ他、ありがとうございます。